おはようございます。私はただいま相鉄線の西谷駅に来ております。西谷駅といえば相鉄線と相鉄線の JR 直通線との分岐駅ですが、本日はそんな西谷駅からスタートして行きたいと思います。それでは駅に入って行きましょう。改めて西谷駅構内に入ってまいりました。西谷駅は急行を除く種別が停車する駅となっております。で、列車に乗るまでに少し動画を撮っていたらすごいものが撮れたのでノーカットでお送りします。何がすごいのかというと、列車の本数ですが、先ほど列車が発車していった後、もうすぐに接近放送が聞こえて列車が入ってくるんですね。本数がとても多いと感じました。ということで本日の本題に入っていきましょう。今から私は相鉄泉野線の終点の湘南台まで行くのですが、そのためには9時14分発の湘南台行きに乗ればすぐです。しかしこの湘南台行き、この西谷駅で乗り過ごしても追いつくことができるんですね。しかも各駅停車で。ということで本日はそれを実践していきたいと思いまして、やってきた各駅停車の湘南台行きをあえて見送ります。まあ一応この列車にはこの先で乗車しますが、ちゃんとこの列車であることを確認するために車体側面にある番号でも覚えておきましょうかね。12006覚えておきましょう。ということで各駅停車湘南台行きを見送ります。普通各駅停車に乗り遅れたなら後続の上位種別で追いかけて途中からその各駅停車に乗るということができますが、それだと何も面白くないので各駅停車湘南台行きの後続の特急海老名行きにも乗りません。私は各駅停車で先ほどの各駅停車に追いつきたいからでございます。ということでわざと乗らなかった各駅停車湘南台行きの後続の西谷駅9時20分発の各駅停車海老名行きで追いかけたいと思います。列車は JR 直通線からやってきた E233 系です。早速乗車して行きましょう。さあ西谷駅を発車です。各駅停車で乗り遅れた各駅停車に追いつけるのかと疑問に思われるかもしれませんが大丈夫です。それはこのまま見ていればわかります。列車は西谷駅の次の駅の鶴ヶ峰駅に到着です。そして進み二俣川に到着するところ、何やらお隣のホームには先ほどの各駅停車らしき車両が停車しているように見えますが、本当に私が西谷駅で見送った先頭車が12006のあの各駅停車なのでしょうか。各駅停車海老名行きを降りまして、反対のホームの列車の番号を見ると12006、なんと西谷駅で私が見送った各駅停車湘南台行きの列車でございました。
乗り遅れた各駅停車にしかも各駅停車で追いつくことができました。まあなぜこんなことができるのかは後ほど解説いたします。各駅停車海老名行が先に発車して行きまして、海老名行が発車して数秒でこちらの湘南台行きも発車です。でなぜ各駅停車に各駅停車で追いつけるのかというと、これは湘南台行きが横浜から来る列車で、後続の海老名行きが JR 直通線から来ることに関係しております。 JR 直通線といえばもちろん新宿や渋谷方面からやってくる列車であり、新宿渋谷から湘南台方面への利便性の向上のため、二俣川で JR 直通線から来た列車と泉野線方面の列車が接続乗り換えをできるようにしてあるためなんですね。JR 直通線の列車は特急でも各駅停車でも二俣川で湘南台行きに乗り換えることができますが、まあ動画的に各駅停車で追いついたという方が面白いですよね。実際西谷駅の9時20分発の海老名行きには湘南台行きに接続する案内がこのようにされております。ということで泉野線の終点の湘南台駅に到着です。でこの湘南台駅といえば星野源さんの TOKIO の MV の撮影地として知られていますよね。ということで本日は乗り遅れた各駅停車に各駅停車で追いつくという動画でございました。いかがでしたでしょうか。動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。